馬インサイドで八村が入った馬場です。八村へ1対1。あここは八村が決めた。ここはねうまいんですよ。あの辺はもうホールラインが下がっていない、ね、下がってないですね。八村塁、八村決めました。八村1対1、もう一回しますかね。八村対ロー、八村ファールを受けた。途中あ奪った、八村、八村アンスポーツマンライクファール、ダンクです。これが今日全体の4。比江島ノーマーク、八村へ、八村はインサイド、ジョージ八村へ、八村ジャンパー決まった。スイッチディフェンスですかね。八村シュート決めました。取れてますからね。あそうですか、八村が空いた。シェイリも入っていて、はい、ありますよね、はい、アジャストできているというような。八村奪った、八村が奪って走っている田中、ゲームインサイドで八村、八村対ギレイニー、八村そのとおりで、これディフェンス変えてきましたね。スイッチ、これは大事なラインナップをテストしています。両チームともチームファールがボーナスですので、ファールをスポーツ外ロー、スリーポイント落ちた、リバウンド馬場つながっています。八村が走る、八村が走って、おで、はい、ドリブルのこの具合を見て、八村リバウンド、ドリブル、ドリブル、ここから、見てましたよね。八村、八村シュート、いないですね今度は。そうですか、はい、これは前ハイロー、ニュージーランド、ね、外のシュート前ですよね。八村が決めた、どうシュート、八村、八村これは落ちたが、竹内がリバウンド、タイミング合ってるんですよね。オフェンスのいつシュートを打つかっていうのに、オフェンスリバウンドタイミング合ってますからね。ブリッツでいった、空いた八村、田中大輝、竹内ジョージのスクリーンを使って八村へ、スリーはスリーもあるのか、あ、はい、あっと八村の手が当たる。さあ八村が行く、田中大輝うまい、八村に入らない、ここで八村、おディレイニーのディフェンス、スリーポイント、八村は、うわおすごい、あ八村がいた、はい、八村で止まるって感じですよね。そうですね、この八村ロールから、今のプレーはもう八村のこと意識してますからね。そうですね、こうやったらどうやったら止まるんだろうみたいなね、チャレンジマッチになっちゃってますんで、もうみんな手を出していくしかない、はい。